麺が華やかだとワクワクするんですよ。うわこれは何から食べたら困っちゃうぞみたいな、全部食べれないしなと。一昨年がピークで年間500店行って、ただ今でも月に必ず1週間はあのロード出ますんで、全国回るってだいたい僕ね座ったら1周年見てるんですよ。前半目はちょっと抑えめに行って、締めはそうだなマグロだからちょっと口の中が、こってりしてるからさっぱり野菜系で行こうかとか、まあ、そんなことを考えて日々の打順を組み立ててるのが楽しい。僕の中では ID 回転寿司と呼んでるんですけど、これは僕だけじゃなくてみんなにやっていただきたい。本日のおすすめマグロって書いてあるのか、それとも長崎近海生マグロって書いてあるのか、なんか美味しそうな感じするじゃないですか。ということはそこまで美味しくお客様に食べてもらおうという努力をしている可能性が高いわけです。そういう店っていうのは一生懸命作った寿司っていうのは見えるんですよ。いろんな努力が、お店の人の思いが見えるんで、その思いをなんとか伝えられるように努力をしたい。僕にとって海鮮寿司ね、極めてみたい山、まだまだ山高いですからね、うん、だからあこれはまだまだあの人生楽しく登っていけそうだなっていう期待感が持てるのが海鮮寿司。